演舞開演。どうも、本日はこちらテーブルマークのどっちうまいたこ焼きを食べたいと思います。お好み焼きを食べたことあるんですか？たこ焼きはどんなものですか？本当に大きいですね。では早速温めていきたいと思います。温まりました。ではここに付属品をかけたいと思います。トッピング紙用。ではいただきます。お友達に負けずトロトロで美味しいです。生地は外側はちょっとカリッとしていて、中はふんわりとした食感になっており、その噛んだ瞬間に口の中でとろけていきます。その中に入っている大粒のタコの歯ごたえがしっかりしていて、とっても美味しかったです。タコ焼き、タコ以外の中身を食べてみたい。でもタコ焼きに嫌いなくなるか。それじゃご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。